ちに似てるこの大きい水槽の中の淡水のもとに、ご飯をあげていきたいと思います。じゃあ早速ちょっとねご飯をあげていきたいと思います。じゃあもとろは結構ね小型の金魚とかあとは魚とか食べるんですけど、一番まあ人工飼料、一番まあこんな感じの淡水のまあ、ね、大型の肉食系のまあちょっと味が濃いって言われてるようなご飯、こんな感じのご飯をねあげていきたいと思います。まあ、これ以外にもキャットとかそういうご飯でもいいんですけども、まあ、基本的にこういう感じで、まあ、浮くよりはこの沈下性の沈むようなご飯をあげていきます。で人工飼料に結構ね気づいてくれれば結構楽だと思う、飼育が結構ね簡単になってくると思う。で基本的にこうお迎えするときは人工飼料にこう気づいてるようなこうお迎えする方が将来的には結構ね飼育が楽かなと思います。やっぱ生き餌を食べるのは結構いいんですけども、生き餌のストックとかそういうのが大変なんで、基本的にこれ人工飼料を上げていくのがいいと思います。じゃあ早速ちょっとね入れていきたいと思います。じゃあこんな感じでまあ基本沈下性のご飯をあげています。でエイはそれを覆うように上にこう来て、この口下にお腹の方に口があるんですけども、こんな感じで下の方にご飯をお腹の方にこう寄せて、スッとこう入れて食べます。でまあちょっと分かりづらいんですけども。まあ、この辺のこの背中の方とか見てまだ動いてるんで結構、ね、食べてる感じだと思います。一番はまあこの壁に沿ってご飯食べてくれるのが楽なんですけど、まあ見えやすいんですけども、まあ、なかなかそのね金魚とかなので結構こう追いながら壁の方に寄せて追い込んで食べるんですけども、人工飼料は基本的に下にいてるんでこんな感じで追いかぶさってこうもぐもぐ食べてるような感じになります。上にあったりとかしても自分で水流を起こしてこうやってこう下にねこう下に寄せて上に覆いかぶさってこう食べます。で、まあ、ご飯食べる時もある程度大きいスペースがある方がこうやって泳いでいってたりもするんで、基本淡水園の飼育である程度大きい水槽、まあ、大きければ大きい方がやっぱり、ね、泳ぎやすいんでいいとは思うんですけども、中には まだベビーとか小さい淡水泳の場合はご飯をこう探すのが難しいんで、ある程度小さい水槽で自分がもう見つけやすいような場所に、まあ、ご飯を置けるっていう置けるっていうか、まあ、スペースが小さかったらやっぱご飯を見つけやすいんで、そういう感じであんまり大きすぎない水槽を小さい時はおすすめします。である程度大きくなってくれば結構泳いだりとかこう泳ぐスペースの範囲も大きくなってくるんで、まあ、ある程度大きい水槽を準備した方がいいかなって思います。はい、じゃあこんな感じで今回は淡水泳のもとろにご飯をあげる動画になりました。また次動画作っていくと思うので、どんどん